元気大好き元気女子プロンです。今回は不意打ち機をパパンと解説します。何やらパピロンがクレーンや不意打ち機は僕に任せてと言っているから、パピロンに教えてもらいながら進めますよ。パピロン大丈夫ですか？僕はもともとクレーンが好きで、クレーンのパピロンって言われてるんだけど。誰も言ってません。不意打ち機はクレーンの仲間だから大丈夫ですよ。ちょっと予習もしてきたし、何でも聞いてください。そもそもクイって何ですか？はいはい、そこから来るのね。クイっていうのはマンションや橋脚など建物を支えるものと、土砂や水をせき止める杭とがあります。杭の材質は今は使われていませんが、木製の杭から始まり、大きな建物の基礎でよく使われるコンクリート製の杭と、さまざまな場所で用いられている金属製の杭があります。ここまでは順調ですね。では杭打ちの方法は何がありますか？大きく分けて4種類の方法があります。重い重りで上からガンガン打ち込む打撃系、ドリルのお化けみたいなオーガと言われるものでゴリゴリ掘っていく掘削系、そして今主流の圧入原理を利用した圧入系、これらを組み合わせたハイブリッド系があります。今主流の圧入系の圧入原理って何ですか？圧入原理とは、すでに地中に入れられた刃という杭を数本つかみ、その引き抜き力を反力にして油圧による静荷重で次の刃を押し込むことです。反力って何？静荷重って何？しかも噛んでるし、難しくて説明になってませんよ。分かりやすく何か例えられませんか？うん、鋭いツッコミですね。反力は跳ね返す力で、静荷重はドンドンではなくスーみたいな力のかかり方ですよね。重量上げのバーベルを持ち上げるときって、足は地面を踏ん張っているよね。そっか、地中の刃がバーベルで、足が地面を押す力が反力で、その力で次の刃を入れていくみたいな感じなんだ。そうそう、そういうことよ、そういうこと。それが言いたかったんだよ。賢い機械があるんですね。その機械はサイレントファイラーというんだけど、なんと1975年に日本の技研製作所って会社が世界初で作ったんですよ。わーお、日本の会社で世界初なんだ。サイレントファイラーができる前は打撃系が主流で、騒音、振動、排気ガスの公害が重大な問題だったんだけど、サイレントファイラーの出現で全ての問題が解決できちゃったんですよ。なんか最後かっこよくまとまりましたね。はい、今回はここまでです。プロンチャンネルでは天気を身近に感じていただくために、簡単に楽しくお伝えしております。どうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは皆様、バイバイ。またね。また会いましょう。